どうもお疲れ様です。今回はですね、舞姫大学特別講義、ネットビジネスをやる上で一番最初にやるべきことというお話だったんですけども、まあ、ウェブライティングね、ウェブライティングっていうのは実際に私たちが、まあ、学校でね、読み書きを習うようなものと似ているんですけども、若干変わってくるんですよね。まあ、というのがね、あの、400字詰めの原稿用紙っていうもので私たちは読み書きを練習したと思うんですけども、 今度ね各媒体がインターネット上こういったデジタル画像になってくると縦横の比率とかあと行間をどう開けるのかそれから画像とどのように組み合わせるのかによってその表現方法って変わってくるんですよ。で特に文字の大きさを変えてみたりとかねえっと文字のお形ですよねえー、ああいったものを変えていくときにまあいろんな表現方法ができますんでまあ実は基礎は 基礎教育で並んだものを使うんですけども実際にウェブライティングとなるとウェブ用の書き方っていうのがあるんですよ、まあ、そう考えていくと今まで自然に培った読み書き能力だけではちょっと不十分でインターネット上に書き込む時にどのように見せていくかっていう風なところがすごく大事になってきますねというところでウェブライティングっていうのは専門的にやっぱり学んでいく必要があるかなと思います はい、その上でね、申し上げますけども、うん、やっぱりね、売上を立てる体験ってのが、一番最初にあると、うん、隅々まで、後々までのモチベーションになると思いますんで、やっぱりね、1万円稼いでみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。インターネットビジネスを始めて、稼ぐぞーっていう気持ちの時に、まずね、本当その日のうちに1万円を売り上げてみるっていうのをやってみると、あ、本当に1万円の売上が上がるんだっていうことになってきます。その上で、その1万円が、 売り上げられたっていう体験を人に表現するためにあ、ライティング必要なんだなとかね書くではなかったら話すっていう能力が必要になってきますんでウェブトーキングと言いますかねパブリックスピーキングの能力が必要だなと思いますんで今度は喋る能力っていうのをやってみることになると思いますつまりは伝えることなんですよ実際に目の前に人がいるわけではないんですけどもでも今多くの人はですね実際に人から 直接会って何かを聞くとか学ぶよりもインターネット上から何か情報を吸い取ってそこから学ぶことの方が多いわけですよねとなるとインターネットで正確に何かを伝える能力っていうのが必要になってきます実際に人と人とが会って、えー、伝える能力とはこれ別です、えー、例えばね今ね出会い系サイトとかねマッチングアプリっていうのがもう一般的になって久しいんですけどもそもそも昔はどうやって男女が出会っていたかというと例えばね 職場の引き合退社っていう言葉があるようにまあ女性はね18から20ぐらいで就職していわゆる腰掛け就職ですこれは会社も容認してましたしそのためにまあ言ってみればね器量のいい人を採用してたわけですよ、ね、これはもう露骨にそうですでも見,見栄えがよくてねなんかこうおちょっとした嫁入りの支度ができていてみたいなねそういう人に入社させて自分の会社の優秀な幹部候補生の社員とこう 出会いさせるわけですよね。まあそうすることによって会社のこう行くせも安泰なわけですよ。これはなぜかっていうとね、男性が家庭を持つことによって、えそして家のローンを組むことによって会社の担保で辞めにくくなるわけですよね。そうなるとそういうふうに会社でマッチングさせた男女がどのようにこれから10年後20年後30年後を暮らしていくかっていうところがまあ、手に取るようにわかるというところもあるし。 それを引き合わせた上司もなかなか会社を辞めにくくなるわけですよね。そういうことで終身雇用っていうのがあらゆる方面から担保されていたってことがあります。まあ、つまりね、仕組みがマッチングをさしていたんですよね。じゃあそういう時に職場で出会うためには上司に気に入られることとかね、それから同僚に評判がいいこととか、それから誰それさんと誰それさんがなんか付き合ってるらしいよって言ったらもう横やりをささないことね。 他の人が横れんぼしないことっていうのは暗黙の了解っていうのがその時の、まあ、テクニックというものだったんですよね。でも今は違います。今は職場の恋愛っていうのはなかなかないですから、今度はスマホの中でマッチングアプリっていうところでどのように出会っていって、どのようにプロフィールを書いて、どのように表現して、どのようにアプローチしていくか。まあ、例えばね、あのー、マッチングアプリに何かね、連絡がありましたと。いち早く返信することとかね。 それから焦ら焦ないこととかね、まあ、こういったものを専門的に教えてくれる人がいるわけですよつまりは伝える力ってものをマッチングアプリ編で専門的にやってる方がいるんですよね、まあ、このようにねビジネスにしても恋愛にしてもそれから例えばダイエットみたいなモチベーション系にしてもどのようにやったら成功までの糸口が伝えられるかっていうことをそれぞれの専門分野でやってるわけなんですよねじゃあネットビジネスに話を戻しますとどうやったら お客様に気づいてもらえるかっていうのもどう書くかなんですよねどうやったらお客様に商品の内容が伝わりやすいかこれも書く力です伝える力ですそしてどのようにやったらその商品を買ってもらえるかっていうのもこれも伝える力なんですよね、まあ、ですのであらゆるところでウェブ専用のライティング能力っていうのは求められると思いますどうしてもねビジネスをする時っていうのは誰かに何かを伝えなきゃいけないんですよね その伝える力が、まずは書くってことなんで、ウェブライティングの力、やっぱりいるんじゃないかなと思います。そして同時にですね、自分が実際に売り上げを上げたっていう体験が必要ですから、例えば先ほどお話したように、1万円の売り上げを上げましたみたいなね、これから1万円上げることもできるわけですよ。じゃあどうやってやるのかっていうと、A8 ネットのセルフバックでいいんじゃないかなと思いますね。ああいうものでとりあえず1万円の売り上げを上げてみて、あ、確かにこれは1万円の売り上げ上がるなと。 他の人にもできそうだなと思えば、どのように伝えていくかってことを学んでいくことも、そのモチベーションも、まあ、維持できるんではなかろうかと思える、うがかれございます。それでは、お疲れ様でございます。